アメリカンフットボール。かつて少し前にこの競技を題材にした漫画がありました。いじめから逃げ回るうちに身につけた快足を武器にした少年が主人公でした。それに魅了された友が、巨漢が、悪漢が集まり奮闘し、かつてはいじめた者たちが彼らの陰に入って助けとなり、家業のために一度は離れた仲間も戻り、脇を固め並み居る強豪たちに挑み倒していく、そんな夢のような物語がありました。今ここにその世界が生まれようとしています。かつてもてはやされたあのおとぎ話のような世界がここに再現されようとしています。もしかするとここから世界は劇的に動き変わるのかもしれません。令和5年5月5日、場所は岡山シティライトスタジアムにて第35回瀬戸大橋ドリームボールが開催されます。試合開始14時キックオフ予定です。ただいま両チーム試合前のウォームアップ終わりまして、その記念すべき、記念撮影に赴いております。この歴史ある瀬戸大橋ドリームボール、今回は記念すべき35回目を迎える予定でありましたが、本来予定しておりました対戦チームのそのチームの都合上、一旦この開催が危ぶまれる状況になりました。しかしその対戦相手に苦慮しておりました佐藤建設に、同じく XE 所属しておりますトライスターズがその力を加算と協力し、地域にあります四国社会人リーグの協力を得まして、この今回の35回を無事開催に結びつける形になりました。アメリカンフットボールを絶やさずと鋭意精力的に活動している方々のご尽力にこの場を借りて感謝御礼を申し上げます。本日の試合参加しますのは、この岡山に拠点を置きます佐藤建設スタンディングウェアーズ XE 所属の社会人チームです。これに対しまして同じく XE に所属しておりますトライスターズの有志、さらに四国社会人リーグに所属しておりますクレガルフエンジェルス、徳島レッドインパルス、川之江ジェッツ、愛媛オレンジメンの4チームが合同チームを作りまして参戦する形になります。この中四国の地域におきましてアメリカンフットボール普及に邁進している方々が今このフィールド上に映し出されている方々です。チーム構成としましては、佐藤建設スタンディングベアーズ側に愛媛オレンジメン、そして岡山大学の現役選手が一部加盟参加する形の合同チーム、対しましてトライスターズ側の方はそれ以外のチームになりますが、クレガルフエンジェルス、川之江ジェッツ、徳島レッドインパルス、そして岡山大学 OB の選手が加わった合同チームとなります。それぞれが合同チームとなりますが、佐藤建設側、佐藤建設愛媛オレンジメン側を佐藤愛媛チームと称させていただきます。対しましてトライスターズ側の方は合同ネームとして合同トライレッドバジャーズとなっておりますので、この呼称を極力使わせていただく形でご了承いただきたいと思います。本日はその対戦カード、そして試合の開催の是非そのものが問われる格好もありましたので、告知そのものが事前に行えなかったことをこの場で御礼、お詫び申し上げます。また叶うならばアーカイブで結構です。この方々の是非栄誉あるそして精力的な活動を是非そのご自身のお目でお確かめいただければ幸いに思います。さあ、オープニングの記念撮影が終わりまして、両チームサイドラインに散りました。まもなく試合開始の時を迎えます。
令和5年5月5日場所は岡山シティライトスタジアムにて第35回瀬戸大橋ドリームボールが行われます。試合開始14時キックオフ予定です。これより両チームキャプテンによりますコイントスが行われます。手前側に陣取ります。本日はカラーのユニフォームホームチームという形の扱いになりますのが X3 所属の佐藤建設スタンディングベアーズと合同します、とそして、四国社会人リーグ愛媛オレンジ面の合同チームです。対しまして奥側、本日はホワイトのユニフォームという形で統一になりますがビジターチームという扱いになります。 X3 トライスターズの有志が筆頭となりましての合同チーム、トライスターズ、そして四国社会人のクレ・ガルフエンジェルス、徳島レッドインパルス、川之江ジェッツの合同チームとなります。本日のチーム名は合同トライレッドバジャーズとさせていただきます。中には岡山大学の OB も加わっております。コイントスの選択権は佐藤愛媛合同チーム。前半佐藤建設石井トライレッドバチャーズキックオフ、佐藤愛媛リターンで試合が始まります。本日の試合は1クォーター10分の正式形式で行われます。中四国の有志たちによるこの春の祭典をぜひご賞覧ください。両チームの試合前のウォークライハードを解けまして、まもなく試合開始となります。まずは合同トライレッドバジャーズのキックオフにより試合開始となります。四国社会人チームはユニフォームの統一がございませんので、基本的には X リーグ以外の選手は四国社会人チームの選手という形で取り扱わせていただきます。チーム名そのものは確認できておりますのでその点ご了承ください。キックオフを務めますのはオレンジのユニフォームをまとっておりますトライスターズのキッカー13番中塚。佐藤愛媛チームは佐藤スタンディングベアーズのリターン選手が加わっております。背番号13番の選手と8番の選手が入っている模様です。佐藤愛媛リターンは2番でした。さあ抜けていく素晴らしいステップアップで自陣40ヤードを超えたところでボールデッド。この位置から佐藤愛媛の攻撃という形に変わります。佐藤愛媛のリターナーは2番の諸本でした。アメリカンフットボールは攻撃と守備に分かれて行う競技です。ボールを持った選手が倒れるまでを攻撃1回とし、ファーストダウン、セカンドダウン、サードダウン、フォースダウンとその回数を表します。攻撃権は4回で10ヤード前進し攻撃権更新とするか、相手陣地奥深くにある得点エリアエンドゾーンを目指します。まずは佐藤愛媛の攻撃、自陣42ヤードから佐藤愛媛ファーストダウン点1回目の攻撃に入ります。攻撃権更新、必要距離は10ヤード。さあまずはランニングワークに持たせまして中央突破を図りました。ハンドフを受けたキャリア3番密集点を突破しようとしまして約3ヤードのゲインです。キャリア3番は佐藤、チームの代表でもあります。この倒れたところまでが攻撃1回の獲得距離です。3ヤード前進しましたので残り距離7ヤード、2回目の攻撃セカンドダウンで挑みます。佐藤愛媛自陣44ヤードからセカンドダウン7、2回目の攻撃です。攻撃権更新、必要距離は7ヤード。
さあ再びランニング枠に乗せ中央へのランプレー、味方ラインマンのブロック横を生かしさらに前進を図りまして約4ヤードのゲインとなっています。キャリアは26番の宮下でした。合同チームから、失礼しました、社会人、四国社会人チームからの選手です。佐藤愛媛サーダン3、3回目の攻撃、残り距離は3ヤード。さあ三度のランプレー、さあそのまま密集点突破を図りまして、この獲得距離が10ヤードをトータル超えましたので攻撃権更新です。佐藤建設ファースター、佐藤建設は見事攻撃権を更新し1回目の攻撃という形に戻すことに成功しました。ファーストダウン獲得のランプレーを決めましたのは佐藤建設スタンディングバーズ9番の上野。さあこれにより佐藤愛媛は1回目の攻撃に戻ります。ボールオンは自陣、姿勢相手陣の45ヤードに入りましたのファーストダウン10。パス不成功。ここで佐藤建設はオフェンスチームがボールの開始地点から一度だけ後方より投げることができる前パスを敢行しました。相手の裏をかくようにして前進図ろうとしましたが、しかしこれはターゲット見つからずパス不成功に終わっています。前パスは失敗しますとボールは元の位置に戻され次の攻撃に変わります。従いまして佐藤建設、佐藤愛媛相手陣45ヤード同じ位置からセカンドダウン10、2回目の攻撃に入ります。攻撃権更新、必要距離は同じく10ヤード。さあ再び今度はパス成功、佐藤愛媛ファースター。クォーターバック7番、今度はワイドレシーバー0番にパスを通しまして一気に10ヤード以上前進し攻撃権更新です。佐藤建設愛媛ファースター、パスを投じましたクォーターバック7番は鎌倉、取りましたワイドレシーバー0番は松村です。佐藤愛媛相手陣33ヤードからファーストダウン10。さあ今度はランニング枠に託しました。キャリア9番スピードによって左のオープンへ展開、相手ディフェンスをまくるように前進しまして約7ヤードのゲインとしています。クォーターバック9番は失礼しました、ランニングバック9番は上野。さあ佐藤愛媛セカンドダウン3、インターセプト。ここで佐藤愛媛はパスプレーに出ましたが、そのパスを取ったのは合同トライレッドバジャーズの8番、インターセプトにより攻守交代となります。ターンオーバー、これにより攻撃権は合同チームに変わります。パスプレーは一気に前進を図れるプレーではありますが、このようにインターセプトを浴びるなどして攻撃権を失うリスクがあります。ここではそのリスクが出ました。見事インターセプトしましたのは合同レッドバジャーズに参加しております四国社会人からの参加8番の田村でした。さあこれにより攻撃権を獲得しました合同チーム、自陣11ヤードからですがファーストダウン10、1回目の攻撃に入ります。攻撃権更新、必要ければ同じく10ヤード。さあこちらはパスから入りました。クォーターバック、まずそろにいましたワイドレシーバー16番にパスを投じましたが、このパスはコントロールミスでパス不成功に終わっています。合同トライレッドバジャーズ自陣11ヤードからセカンドダウン10。今度はランニングバックに乗せます。キャリア6番ハンドオフ託され左オフタックル付近を突破を図りましたが、これは佐藤愛媛のディフェンス集まりよくゲインは1ヤードにとどまっております。キャリア6番は岡本でした。四国社会人からの参戦選手です。
合同トライレッドバジャーズ、サーダウン9、さあ残り9ヤードを突破できるでしょうか。パス不成功。今度は左側にいたレシーバーへのパスを投じましたが、しかしこのパスはプレッシャーからかコントロール乱れまして、パス不成功に終わっています。合同チームフォースダウンに変わります。さあこの4回目最後の攻撃権をどのように使うでしょうか。合同トライレッドバジャーズ、フォーメーションを変えましてパントフォーメーションを取ります。パントはキックによる陣地挽回を図るプレーです。ただしこのパントプレーは攻撃権放棄を意味します。これにより陣地挽回になるでしょうか。佐藤建設リターンに入ります。しかしこれはカバーチームよくほとんどリターンはできませんでした。ですがボールの陣地は相手陣にまでは届かず、合同チーム陣30ヤード付近での攻守交代という形になります。このように4回の攻撃権でいかにして点を取るか、そして陣地を確保していくかというところがこの競技の肝要なポイントとなってまいります。佐藤愛媛は結果的に相手陣36ヤードからの攻撃という形になりました。佐藤愛媛ファーストダウン10、さあまずはランプレーから入ります。ラニワック26番ヒットを受けながら中央突破を図り約2ヤードのゲインとしました。キャリア26番は宮下、佐藤愛媛セカンダン8、ボールオンは相手陣34ヤード。さあ再びランプレー、手堅く中央突破により陣地挽回を図ろうとしています。ここはランプレーをキャリア9番に託しましたが、ゲインは約2ヤードにとどまりました。ここでウォーターブレイクです。アメリカンフットボールはその当日の天候および気温、さまざまな条件を鑑み、審判団の判断によりクォーターの半分でタイムアウトを取ることがございます。本日は5月ですが、その天候そして気温が通年よりもかなり高い状態にもありまして、審判団の判断によりここでウォーターブレイクが入っているようです。まず序盤の状態はともに膠着状態にありながら、佐藤愛媛の方はランプレー、そして合同トライレッドバジャーズの方はパスプレーによって打開を図らんと展開を続けております。現時点ではその戦術が佐藤愛媛の方に優位な形で働いているような感が見受けられますが、さあこの試合どのような形でまずその序盤動きが生じるでしょうか。ウォーターブレイク解けました。試合再開となります。佐藤愛媛相手陣31ヤードからサードダウン5、ここでホイッスル、イエローフラッグ、反則が発生しております。フィールド上に審判団から黄色いウエスが投げ込まれますと反則発生を意味します。さあどちらの反則だったでしょうか。オフェンスチームの反則です。フォルススタート、不正なスタートを切りました。オフェンスチームは揃ってスタートをしなければいけません。5ヤード抜退しサードダウンやり直しという形になりました。従いまして佐藤愛媛は5ヤード下がって相手陣36ヤードからの攻撃という形に変わります。佐藤愛媛サードダウン10、パス不成功。クォーターバック12番プレッシャーを浴びながらそれを回避してワイドレシーバーに通りました。99番にパスを投じましたが、このパスタイミングコントロール合わずパス不成功となってフォースダウンに変わります。佐藤愛媛フォースダウン10、パントフォーメーションを選択します。ボールオンは相手陣36ヤード。
さあここでトラブル発生している。これは大きなプレーが出ました。パンター6番、スナップされたボールを蹴ろうと見構える際にボールをファンブルしました。そのボールをリカバーする間に暴動チームによりラッシュによりまして、そのまま仕留められ大きくむしろ陣地交代する形で攻守交代となります。パントは一気に陣地挽回を図ることができるプレーですが、ミスが生じた場合には逆に大きな失態交代を生む可能性もあるプレーです。今回はその失敗が裏目に出る形になりました。さあこの結果として合同チームは相手陣に入った位置からの攻撃となりました。合同チーム相手陣47ヤードからファーストダウン10。パス不成功。クォーターバック11番、ここはパスプレーによって突破を図ろうとしましたが、その時にボールをジャッグルしまして、それをリカバーしつつパスを投じましたので、結果的に精度定まらずパス不成功となりました。攻撃権1つ失いセカンドダウンに変わります。合同チーム相手陣47ヤードからセカンドダウン10。これは佐藤建設ナイスディフェンス。クォーターバック11番、今度は自らキーププレーにより突破を図らんとしましたが、これは佐藤建設91番が見事対応しまして約3ヤードロス。見事ロスタックル決めましたのは佐藤建設91番の林。合同チーム相手陣49ヤードからサードアンド12。11番はパスプレーに転じましたが、そのパスを取ったのは佐藤愛媛合同チームの21番。インターセプトにより攻守交代となります。ターンオーバー。見事インターセプトしましたのは佐藤建設の21番山添チームキャプテンです。さあ攻撃権を奪いました佐藤愛媛、今度は自陣43ヤードからの攻撃に入ります。佐藤愛媛ファーストダウン10。このパスは不成功。ここでクォーターバック7番、左側外へ展開しようとしたワイドレシーバー2番へのパスでしたが、これは合同チームのパスカットによりましてパス不成功となっています。見事パスカットしましたのは合同チームトライスターズの27番の河野。さあこれにより佐藤愛媛はセカンドダウンの状況になります。佐藤愛媛セカンドダウン10。今度は中央へのランプ、ディフェンスラインマンの隙間を塗ってランニングバック26番中央突破し約6ヤードのゲインとしています。佐藤愛媛の26番は宮下。佐藤愛媛自陣48ヤードからサーダウン4。さあ今度はランニングバック外へまくりました。相手のディフェンスを裏をつくように外へ展開しましたが、さあ果たしてどこまで前進できたでしょうか。攻撃権更新には至っておりません。フォースダウンに変わります。これは合同チーム素晴らしい対応をしました。佐藤愛媛はここでフォーメーションをパントフォーメーションに変えます。ボールオンハーフウェイ、佐藤愛媛フォースダウン3。
ここでトラブルが発生しているが、ボードチームを抑えました。このパントをキャッチする際にすかさず佐藤愛媛はタックルしまして、ボールファンブルを誘発しておりますが、これは合同チーム抑えまして事なきを得ております。合同チーム20ヤード付近からの攻撃と変わります。合同チーム自陣19ヤードからファーストダウンテイ。さあここでフルバックのダイブプレー、ブロッカータイプの選手にそのままボールを持たせ、中央密集点を突破を図りました。この攻撃功を奏しまして約5ヤードのゲインを取っております。素晴らしいランを決めましたのは合同チームの4番の福原、四国社会人チームからの参戦です。合同チームセカンダウン5、セカンダウン4に訂正します。パス成功。今度は内側に入ってきたワイドレシーバーにクォーターバック8番パスを見事通しまして約3ヤードのゲインです。見事パスを決めましたクォーターバックは8番の田村です。合同チーム自陣28ヤードからサードダウン残り1ヤード。これは佐藤建設ナイスアジャスト、ダイブプレーにより突破を図りました合同チーム。しかしこの4番のキャリーを佐藤建設食い止めまして、失礼しました、その前進距離がギリギリトータル10ヤードの位置にありました。従いまして合同チーム攻撃権更新です。合同チームファースター、失礼いたしました。粘りまして見事攻撃権更新果たしたのは合同チームの4番、福原です。さあ合同チーム攻撃権更新してファースターダウン10。さあ今度は一転ランニングバックにトスしまして左オープンへスイープ、相手を吐き捨てるように外側に展開するパワープレーでした。ランニングバック20番これをスピードでまくろうとしましたが相手タックル浴びつつ、しかし4ヤード5ヤードのゲインとしております。ランニングバック6番は岡本、こちらも四国社会人チームからの参戦です。失礼しました、キャリア20番ですね、20番の佐藤でした。今度は4番福原選手に中央突破させまして約3ヤードのゲインとしています。ここで第1クォーター終了です。第1クォーター終わりまして佐藤建設愛媛オレンジ麺合同チーム0点、トライサーズ徳島呉川根、岡山大学 OB 合同チーム0点、両方とも0点で攻守方向入れ替え、第2クォーターに移ります。